井上内繁二郎は、日本の運輸官僚、政治家、運輸事務次官に任じられた後国政に転身し、参議院議員となり、防衛庁長官などを歴任した、千葉県佐原町川岸に生まれるにあった。第四高等学校、東京帝国大学英法学科を経て、1926年に、鉄道省、入省、1935年より、在外研究員として、 欧米各国の交通事情を調査、帰国後の1939年には、鉄道観察官に任せられる。その後、1943年運輸通信省書記官、県大臣官房文書室長、翌年には、文字鉄道管理局長を歴任、戦後には、運輸省鉄道総局長官となった。1948年に政界に転じた佐藤栄作の後任として、 運輸事務次官に任じられ、1951年、退官して、日本の利上自動車協会会長となったが、1952年の、第25回衆議院議員総選挙に自由党の公認を受けて、千葉一区から立候補し、初当選を果たす。だが、翌1953年の第26回衆議院議員総選挙では、時点で落選した。1954年に行われた。 参議院千葉選挙区の補欠選挙に立候補して、当選、第4回参議院議員通常選挙でも再選された。1960年、第29回衆議院議員総選挙に今度は、選挙区を千葉2区に移して、立候補して、当選、以後5期連続当選した。1955年には、運輸政務時間、1959年には、 第二次元内閣の防衛庁長,長官を務めた。この他に自由民主党参議院幹事長、自由民主党オリンピック準備特別委員長、衆議院議員運営、内閣、地方行政の各委員長、及び日本の利い自動車協会長などを歴任した。これは官僚時代に上司であった佐藤英作の信任が扱ったことによるものと言われている。百七十一年に 君一等随法賞を授けられ、1976年に政界を引退。1981年の死去時には、13位と銀牌が贈られた。80歳没。ありがとうございます。